アラン、おはよう。雨降ってるよ。濡れちゃうよ、アラン。ヒノ、濡れちゃうよ。はい、ゆいです。Vlog 効率化計画ということで、今日はですね、GoPro を使って1日撮影したいと思います。GoPro っていうのはスポーツ用のビデオカメラで、防水だったり、衝撃に強いというですね、カメラですね。結構コンパクトで使いやすいカメラなんで、これで1日ちょっと撮ってみたいと思います。で、内容はね、ちょっとね、カメラのテストっていうことで、適当にいろんなとこ撮っていくだけなんで、あまり内容は気にせず、GoPro で撮ったらこうなるよみたいな感じで見てもらえればと思います。それでは、最後までもしよかったら見てください。今日は雨が降ってます。雪がまだ少し残ってますけど、これでちょっと全部溶ける感じですね。やっぱりね、 GoPro は手ブレ補正はね、ピカイチですね。こういう階段登ったりとか、こういうところでも結構ブレないで行かれるんじゃないかというふうに思います。YouTube の銀の盾は会社の応接の横に飾りました。こっちが銀の盾で、これが銀の盾に一緒についてきた手紙ですね。ここに配置をしました。金の盾は100万人なんでちょっとしんどいかなっていうのがあるので、サブチャンネルの、ルンルンの裏庭でもこの銀の盾がもらえればいいななんていうふうに今は思ってます。ただいま、ただいま。ルンルンどうしてこんなところに丸くなってんの。どうした、こんなところ丸くなってんの。こっち入る。そしたら、このところに丸くなって。こっち入るかい。アラン君、ただいま。ただいま。ルンルン、こっち入る。入る。いいの。入る。いいの。入んないの。いいの。アラン騒いでるよ、ルンルン。行かないの？行かないの？行かないの？外行ってきたの？アラン、うんうん、これこれこれ寝てる、拭いてか拭いてか拭いてからだよね。はい、いろいろ一段落したので、これから YouTube の動画を作りたいと思います。動画を作ったら今日は終わります。はい、YouTube の編集がね、今やっと終わりました。時間は、結局夜の深夜1時11分まあまあ大体このぐらいはいつもかかってしまうんですけれども、もうちょっとね、早くいろんなことが終わればいいなというふうに思いますけれども、まあまあ仕方ない。本業もやって YouTube もやって、であと大体このぐらいにはなってしまいます。今パソコンの方で、書き出し作業をしています。パソコンが書き出し中は非常に熱くなるので、この下に今この音がしてるのは、ここにファンがあって、
ファンでパソコンを冷やしながら、やってます。書き出しが終わったら YouTube にアップロードして今日は寝ます。はい、ということで結局いろいろやってたら今時間はですね深夜2時ぐらいになってしまいました。明日も朝から本業の方があるのでこれで寝るとします。今日一日 GoPro で撮ってみたんですけど、やっぱり GoPro いいですね。使いやすいです、すごく。今まで GoPro にいろんなアクセサリーをつけてしまってて、シンプルなカメラなのにアクセサリーでボテボテしてて、なんか使いづらいなっていうふうに思ってたんですけど、今日は本当にシンプルに本体と、グリップ取って、つけて使ってみたんですけど、まあやっぱり便利ですね。しばらくちょっとこの GoPro 使って Vlog 撮るっていうのもいいかもしれないですね。まあ、他の YouTuber さんからしてみたら2週ぐらい周回遅れの感じはありますけれども、まあまあいろいろちょっと実験しながら Vlog 撮っていきたいなというふうに思います。それでは今日はこの辺でまたいろいろ撮りますので、もしよかったらまた見てください。さようなら。